鮭、おかか、明太子、高菜。いや、なんだこいつ。無惨様、なぜ呪術廻戦の犬巻トゲが上下の差になっているんですか。犬巻はおにぎりの具しか語彙力がなくて何を言っているかわからないじゃないですか。鮭、おかか、鮭、おかか、明太子、高菜。鮭、おかか、明太子。いや、何言ってんだあんた。鮭、おかか、明太子、高菜。うんうん、なるほどね。トゲも上下の差になれて嬉しいみたいだよ。犬巻先輩、お久しぶりです。これから同じ上下の差の仲間としてよろしくお願いします。犬巻先輩も上下の差になって思考の領域に到達したんですね。素晴らしい陶器です。こうしてまた犬巻先輩と仲間になれて嬉しいです。また一緒に頑張りましょう。うんうん、みんな仲良くしているみたいで僕も嬉しいよ。よし、これからも頑張って呪術廻戦のキャラを増やしていくぞ。ちょっと待てや。無惨様、なぜ呪術廻戦のキャラを増やすんですか。このままではこのチャンネルが呪術廻戦に侵食されてしまいます。うわー、赤瀬くんが呪術廻戦のみんなと仲良くするのを邪魔してくるよ。僕はみんなとお友達になりたいだけなのに。鮭、おかか、明太子、高菜。いや、意味わかんないけど怖え。というわけで犬巻くんもこう言っていることだし、呪術廻戦のみんなこれからもよろしくね。鮭、おかか、明太子、高菜。いや、だから意味わかんないって。